が回転が多くなるんで、ダーッといって左合わせる。よいしょ。もっと体を起こしていいぞ、47番。時間がそんなにたくさんあるわけではない。あとキャッチャー、内野手のちょっと専門的な部分もあると思います。一つでも、まだね、頑張ってください。元気にやりましょう。お願いします。ありがとうございます。あのね、まずゴロを取らない以前にキャッチボールがすごくね、みんなキャッチボールやってたけど、まあなかなかいい加減なキャッチボールやってるよ。ね。キャッチボールっていうのはまず、肩慣らしの、ね、肩を作っていきますじゃなくて、ある程度肩ができたらスローイングの練習なので、まずやっぱり投げ方と取り方、ここの基本がやっぱある程度分かってやっていかないとなかなか上手にならないんで、ボールの握り方分かってるんだけども、よくあるのがこの薬指をあんまり大事に思ってない人がいるので、ちょっとこの横に外してたり、これが下に入ってくる方が回転が多くなるんで、スーッとボールがいきます。最初投げにくいかもしれない。ちょっと体の小さい子、手の小さい子はなかなかこっちまで来ないかもしれない。この薬指って結構大事です。しっかり横に添えないと、下側に添えないと、これぐらいの、こういう風にしてしっかりこうやって握らないとボールっていうのは回転よくいきません。で、あと一つはここの間がみんなスローイング自信なやつってだん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 こうやって広がってくる。で、広がると回転数が少なくなる。フォークボールってどうやってこうやって挟むでしょ。で、回転がなくなるから落ちるわけ。で、それが必然的にこれがバン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 広がってくると回転数が少なくなる。ほんならボールが全部垂れちゃう。だからだいたい指1本分ぐらいはしっかり開けて、それ以上が開かないしっかり握る。これがまず大事です。結局前に行くんだよ。前に行くんだけど先に前に行かない。足が出た時に手が上がってる。それが一番コントロールできやすい。こっからフルカットして、フルカットして、フルカットして、次この右足をここで止まる。グローブと手って一緒じゃないんだよ。だから自分のグローブよく見てて、よく見てこうやって呼吸の。で、自分の指先触ってみて。こうやって指先触ってみて。ここで取るんだよね。イージーバウンドっていう。ここで取る。ここじゃないよ。ここで取る。両手で取るんです。しっかり足割って取る。ほんなら、ここでみんな叩いてみて。手のひら触ってみて。どこ触ってる？指触ってる。だからグラブはグラブで説明すると手のひらなんだけど、自分らの手で言うと指で取ってる。実際にこの素手でさ、こうやって取らないの。まずでここで取らないの。指で取るでしょ。結果的にこうやって包むけど、絶対にこちら側で取るじゃん。じゃあグラブのここかって言ったら違うわけ。自分の手があるところ、指があるところはここじゃん。だからここで取りなさいっていう。この理屈を分かっといてほしい。グラブと手は一体化させないといけないんだけど、自然と一体化はしてない。これを理解する。小学校難しいかもしれないけど、宮本のさんなんかこんなん言ってたなっていうのは覚えといて。グラブと手は一体化してない。でも一体化させる。OK。はい。いや、なんか本当に理論的
にいろいろ教えてくださるんで、すごく参考になりますね。我々が言うより説得力があります。このまま投げろっていう高校野球の監督いっぱいいるから間違いやから、絶対に正しく投げなあかん、遠い距離投げなあかんっていうのは、体が起きないと投げれない。このままで遠い距離投げる、みんな遠投するときは知ってこうやって投げる、どうやって投げる、こうやって投げる、体を起こさないと。ダーッといって左に合わせる。この順序。ダーッといって左に合わせる。この順序。柔らかく使いたいんで、グラブ。力入ったらダメって言ったら、右手を添えて。そんなら力なんかもう掴むなんかあんまりないわけ。生卵が転がってきたと思う。あ、割らないように。そう、割らないように、割らないように、そーっとそーっとそーっと優しく。卵高いやん、そういうの。知ってるか？わかった？さっといって合わせるの？そう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 。上から投げとけ、上から。横から投げてたらボードばっかりおるぞ。投げる距離近いけど遠い距離投げると思っといて、はい、ここやったら横から投げても届くんやけど、しっかり上から投げる癖つけて、はい、もうそ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 う、それぐらい左足我慢してみな、はい、OK OK、 お願いします。おー、いいね、お願いします。もっと体を起こしていいぞ、47番。じゃあ体が起きないから横から投げちゃう。お願いします。体を起こす、通ったら体を起こす。あとは、はい、あの守備で焦ってしまったりした時に、うん、どう立て直して、はい、なるほど、あのね、それもそうなんだけど、これは常日頃がすごく大事で、まず正しいキャッチボールをまずしていい癖をつけておく。ほんなら慌てた時にそれが染みついてると、しっかり上からパンって投げれたりできるわけで、それが染みついてないと取ってバンって横から投げたりとかして慌てて、で1個しか進塁せえへんやつを慌てて投げて、違うとこ投げて 2個も3個もいっちゃいかれるっていうのがなるんで、焦るのはもうプロの選手も焦るわけでも、どれだけ普段ちゃんとしたキャッチボールやってるか、基本練習のノックの時にいかに正しく適当にやってないかっていうのがそこで出るから、だから常日頃を大事にする、はい、でエラーした時はあと丁寧に、あの慌てないって言ったらおかしいね、丁寧にやる。スピードアップしようとするんだけど、スピードアップしたら全部のバランスが崩れるから、ミスした時ほど落ち着くように、しっかり自分の形を持てるように日頃から。